今日午前、福岡市南区にあるマンションの一室で火事があり、この部屋に住む高齢男性の死亡が搬送先の病院で確認されました。警察や消防によりますと、午前9時45分過ぎ、福岡市南区七川のマンションで、建物の上階付近で火が出ていると通行していた男性から119番通報がありました。火が出たのは、 川地周平さんが妻と息子と3人で暮らす8階の一室でおよそ1時間後に消し止められましたが川路さんが脱衣所で倒れているのを消防隊員が発見しました川路さんは心肺停止の状態で病院に搬送されまもなく死亡が確認されました一酸化炭素中毒の可能性が高いとみられています出火当時妻と息子は外出中だったということです 警察が実況見分を行い詳しい出火原因を調べています。